ウクライナの謎の新型ドローン、パラニツヤがロシアの航空基地を狙う。ロシアがウクライナに対して長距離ドローンやミサイルを使った攻撃を強化している中、ウクライナも同様の手段で応戦しています。8月末、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領は、自国で開発した新型の長距離兵器、パラニツヤを初めて戦闘に使用したことを明らかにしました。その後、この兵器はロシア占領下のクリミアにある軍事目標に対して使用されたと報道されています。ゼレンスキー大統領はこの新兵器をロケットドローンと称しています。ゼレンスキー大統領によれば、パラニツヤはロシア軍の航空機が離陸する前に地上で攻撃し、ウクライナを防衛するための役割を果たします。このアプローチは、矢を撃ち落とすのではなく、射手を倒すと呼ばれ、ウクライナ国内では広く支持されています。そして、実際にいくつかの顕著な成果を上げています。例えば、8月22日には、ロシアの南西部のボルゴグラード州にあるマリノフカ航空基地をドローンで攻撃し、衛星画像の分析により複数の戦闘爆撃機が破壊または損傷したとみられています。では、このパラニツヤという兵器はどのようなものなのでしょうか。ドローンなのか、ミサイルなのか、それとも別のものなのでしょうか。そして、この兵器は本当に射手を殺す戦略として効果的なのでしょうか。名前の背景と意味。パラニツヤという名前は、ウクライナの伝統的なパンの一種に由来しています。このパンは暖炉の前で焼かれるもので、アップルパイがアメリカを象徴するように、パラニツヤはウクライナのアイデンティティを象徴しています。さらに、この単語はウクライナ語話者でないと発音が難しいため、戦争初期にはロシアの破壊工作員やスパイを見分けるための手段として使用されました。この新兵器の名前にパラニツヤを選んだことは、ウクライナ製の純国産兵器であることを強調しています。これは米国製のエイタクムス弾道ミサイルや英国製のストームシャドウとは異なり、支援国からの許可を得ることなくロシア国内の目標に対して自由に使用できるという点で重要です。ゼレンスキー大統領の投稿に添付された動画の説明によると、パラニツヤはロシア国内の約20カ所の航空基地に到達できるとされています。これは射程が少なくとも 600km であることを意味します。ウクライナはすでに射程 600km 以上のドローンを複数保有しており、その中には 1600km 以上の飛行能力を持つものも含まれています。ウクライナではドローンメーカーの防衛産業が活発で、多様な攻撃ドローンが生産されています。アナリストの H.I. サットン氏によれば、ウクライナはこれまでに24種類以上の長距離攻撃ドローンを確認しています。ただし、パラニツヤはこれまでのドローンが持たなかった特定のニッチに適合する新兵器であると見られています。ターボジェットエンジン搭載のパラニツヤについて。動画ではパラニツヤの具体的な大きさや速度については機密事項とされているが、そのエンジンがターボジェットエンジンであることは明らかにされている。しかし、ロケットドローンがジェットエンジンを搭載しているという表現には矛盾があるように思われる。これはロケットエンジンとジェットエンジンの根本的な違いによるものである。ロケットエンジンは空気を取り入れず、燃料を燃やすために酸化剤が必要なのに対し、ジェットエンジンは空気を取り込み、その中の酸素で燃料を燃焼させる。この違いは、弾道ミサイルと巡航ミサイルを区別する重要な要素でもある。弾道ミサイルは通常ロケットエンジンを使用し、巡航ミサイルはジェットエンジンを搭載している。しかし、この点においては翻訳ミスの可能性があると言えるだろう。
ロケット推進ドローンの存在。なお、ロケット推進式のドローンも存在しており、例えばアメリカの冷戦音社が開発したコヨーテは、その旧型がプロペラ推進式だったが、最新型ではロケット推進式に変更されている。このように、ロケット推進技術を用いたドローンも実用化されているため、パラニツィアの技術もその一環と考えられる。パラニツィアをめぐる定義と議論。パラニツィアに関するウクライナ側の説明は、ミサイルやドローンという言葉の定義をめぐって議論を巻き起こしている。ウクライナの元戦略産業大臣、オレクサンドル・カミシン氏は、地元紙キーウポストに対し、パラニツィアはドローンでもありミサイルでもあると述べている。このような議論が生じる背景には、明確な定義が存在しないことが大きい。実際、自爆ドローンや武装デコイ、廃壊弾薬、巡航ミサイルなどの区別は、歴史的な背景や機能によって曖昧になっており、技術的な使用だけでは、その境界を厳密に定めることが難しい。例えば、第二次世界大戦中にドイツが開発した、V1 飛行爆弾は初期の巡航ミサイルとみなされることもあれば最初のドローンとされることもある。当時はロボット爆弾や空中機雷とも呼ばれていたため、その呼び方は時代や文脈によって異なるのが現実だ。ドローンとミサイルの違い。一般的にドローンは遠隔操作が可能であり、発射時に目標を固定する必要がない点がミサイルとは異なる。だが、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイルの最新型であるブロック V には、飛行中の目標再指定機能が備わっており、この点ではドローンと同様の操作性を持っていると言えるかもしれない。実際、トマホークはもともと武装デコイとして開発が始まったプロジェクトであり、ミサイルとドローンの境界線は元から曖昧だったとも言える。ジェットエンジンを搭載したドローンとミサイル。米空軍が運用する旅客機サイズの RQ-4 グローバルホークをはじめ、ジェットエンジンを搭載したドローンは多く存在している。同時にジェットエンジンを搭載したミサイルも存在する。巡航ミサイルにも使用されるジェットエンジンは主に2つのタイプに分けられる。ストームシャドウに採用されているターボジェットエンジンとトマホークに採用されているターボファンエンジンだ。ターボジェットエンジンはシンプルな構造で出力重量比が高いが燃費が悪い。一方でターボファンエンジンはより効率が高く、ストームシャドウのターボジェットエンジンと比べて約 50% 高い燃費性能を誇るが、推進力はやや劣る。パラニツィアの高速攻撃能力。ターボジェットエンジンを搭載しているという事実から、パラニツィアは高速攻撃に最適化されていることが推測できる。これは車種を殺すという任務において非常に適しており、攻撃的なドローンとしてその能力が発揮されることが期待されている。ウクライナによるロシアへのドローン攻撃は、主に石油・ガス貯蔵施設や製油所といった戦略的施設を標的にしており、その結果、ロシアの石油産業に少しずつ、しかし確実にダメージを与えている。これらの施設は固定されており、移動することができないため、ドローンの速度はあまり重要ではない。例えば、時速 160km で飛行するドローンと、マッハ5、括弧音速の5倍、時速約 6200km の弾道ミサイルとでは、こうした目標に対する効果に大きな違いはない。しかし、もし標的が航空基地となると話は異なる。航空機は状況に応じて迅速に避難できるため、攻撃が届くまでの時間が重要となる。例えば、ウクライナがマリノフカ航空基地を攻撃した際、ドローンが接近しているのが探知されると、ロシア軍は多くの航空機を即座に飛び立たせ、避難させた。
しかし、メンテナンスで動けなかった一部の機体や、滑空爆弾などの弾薬が格納された倉庫が攻撃で破壊された。もしドローンがさらに高速で飛行していれば、ロシア軍機が退避するための時間が限られ、もっと多くの機体が被害を受けた可能性がある。ドローンの速度を上げるためには、ジェットエンジンの搭載が一つの解決策となる。現在、イランで開発され、ロシアが量産している攻撃ドローン、シャヘド136は、時速185キロメートルで飛行するが、改良版のシャヘド238は、ターボジェットエンジンを搭載しており、時速480キロメートル以上を記録する。ロシアは、シャヘド238の技術も活用可能だが、より安価で生産が容易なシャヘド136を主力として運用しているようだ。このシャヘド136は、1機あたりのコストが約3万ドル、約430万円とされ、コストパフォーマンスが非常に高い。ドローンの大量生産とコストの低さは非常に重要な要素であり、これによりウクライナはロシアの航空基地に対して広範囲かつ効果的な攻撃を仕掛けることが可能になるだろう。ウクライナのドローンパラニツィアも量産が進めばロシア軍の航空基地に対する大規模な攻撃が可能となり、その真価を発揮するだろう。なお、リトアニアはこのパラニツィアの生産に対して1000万ユーロ、約16億円を支援することを決定している。